ラストのバトルをやっていきます。いやー、ついに締めのバトルまでやってきましたね。第2部の参加者、ここまでありがとうございました。1部2部ともにね、こうやって誰もなんていうのかな、まあ2部ではね2人ちょっと用事で途中で終わらざるを得なかった人がいたわけなんですけど、でそれでも最後までね全員がガチレースまでちゃんと行けたことが良かったかなと思いますね。しかもね、初めてのね、僕にとっては初めての2部主催だったわけなんですよね。まあカグリンは3部主催の経験があるわけなんですけど、自分はねこうやって動画収録が大変だってこともあって、今まで2部以上主催することをちょっと躊躇していたんですよね。でもうなんか初めての試みとしていうのもあって、あとは最後だからっていうのもあって全員参加させたいなと思ったんでね、このような形でやっていきましたですね。まあそんな感じです。バトルはね、いきなりコースから始まったから組み合わせが分かってないわけですけど、この第2部のバトルはめっちゃ組み合わせがね面白いことになっています。終わった時でもね覗いてみてください。ボムヘア当てらんなかったようですね。いや暑いですね今こうやってね、後付けで録音してる時と、このチャリグラハイが開催された時とってもうかなりね温度差が違うんですよね。やっぱり同じ5月だっていうのに、こっちの方がね、こっちの方がっていうか今録音している日がね明らかに暑いんですよ。もうやばいですよ。クーラーとか普通につけなきゃやばいんですよ昼間はね。まあ夜とかはねさすがにまだつけていられるほど暖かくないんで、暑くないかな。なんでまあそんなにね、ずっとつけるってわけではないんですけど、まあやっぱ暑いな。で、あーやばいぞ、なんかちょっとやばくなったな今。これ結構バナナが出すぎだな。あーカコーラー間に合わない。だけどなんか前側にニセボスナイプでお返しすることができたのは良かったかな。ただでやられるのはやっぱりこっちとしても嫌ですからね。おっと、ここで緑コーラを、おっとナチボったぞナチボった。そういえばそこで停止してナチボれたんだったっけな。さあユウさんに当てれない。あー緑コーラ3つ持ってたか。さあとミルクが反撃、危ねえ。うわー振り向きざまに、うわーこれは惜しいな。せっかく6個キープで終われそうだったのにな。またおうこれやりたくなりますね。でなんとか1ポイント差で勝って、はい今回のバトルの組み合わせがこちらです。チャリシェフロレ、ほらよく見てください、名前が同じの3人がね同じチームになってしまったんですよ2コース目がバトルコース4関ヶ原の戦いこっちは東かな、東の陣西の陣、まあ色的に勝手に東にしちゃってるけどさあいきなり赤コーラが出て、おっとおっと味方か。さあカグリンに当てる。あー持ってたか。もう一人の主催者のカグリンはニセボ持ちですね。よーし、ここでユウさんにチェケボンスナイプを決めれましたね。あー味方にぶっ壊されたノブさんまあ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 ラグですねあれは。あーっとおっと、こっちに来なかったから助かったか。もう危ねえ危ねえ。で逆に自然さんを被弾させてくれた、ありがとうノブさんが助けてくれたようです。うわーだがここは苦手コース、どうしようかな。これ結構ね壁すり抜けのを使っていかないとねポイント稼げないんだよな。あらおう、なになに、なんだユウさんになっちぼったもしかして。なんか急にまたカグリン兄弟多いんだよカグリンは何が兄弟でないだよいやー KO KO警報の方向、
的にね、あっちだと思ってたね、間違えてたし、あ、壁すり抜けしないとかタイミングがやばいっすね。おっと、やっと巨大、さあ反撃しましょうかね。もう一度の主催者にイエース、甘いぞ遊戯おぶねえ、あーダメか、当たんなかったか。でここでスナイプ決まる、またユウさんかまたユウさんに当てちゃったよ、あさてとここでおっとシェーグリーンがやっつけてくれたようですね、自然さんを。残り1分、そしてスコアが大変なことになってんな。こっちのリードがやばいな、14対7。別に人数が負けてるわけでもないのに、おっとちょっとカグリン巨大出すぎなんだよなで村雨さんに襲っているんだな、あーやられたかな村雨さん、だが甘いぞカグリン、後ろに僕がいたことを気づいていなかったよだなあーちょっと方向間違えたか。さてさっき5ポイントだったからね、もう1ポイント取っておきたいな、取れるかな、あーだーちょっと危ない、ここでラブラッシュ出たのは助かったかな逆に。でレックスさんにここで当てる、当てれた、よし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 、6ポイントノルマ達成ですね。でしかも21対6とか圧勝、しかもカグリンに最後に突っ込むというねプレイングですこれは何回見ても笑える、チャリーロレシェフが3人とも6ポイントずつ取ってるというさ、カオスぶりですよこれは笑えるあの時めっちゃ吹きましたからね、ほんとね後付けになってしまったのもったいないぐらいだわ、ここはちゃんとね音声取れてほしかったですね。はい、というわけで全部が終了しました、チャリグラハイの1部と2部すべてが終了しました。いやーやっとですね本当はね1日で全部が終わってるってことになってるんですけどね。ではお疲れ様でした、ほんとね参加してくれた皆様ありがとうございました。また8で機会あればよろしくお願いします。